皆さんこんにちは、中村修吾です。こんにちは、小林千明です。はい、宮原優長です。西山幸太郎です。本日はキャンキャン1月号の撮影をしています。質問にも答えましたので、ぜひご覧ください。皆さんもやってることなのかなと思うけど、こうちょっと早めに起きてこうストレッチして体を伸ばしたりとか、まあ、早めに起きることで喉も起きるので、それぐらいですかね、うん。まあ、喉を温めるっていう気持ちで、シャワー浴びるとかありますかね。あのアフレコとかするときに、まあ、台本を片手に持ってやるんですけど、なんかその時に袖とかがあるとちょっと邪魔になったりというかっていう意識があるので、毎回この腕まくりをしてアフレコをすることが多いですね。これはもうそれが習慣化しちゃってるから、なんかそれをアフレコ前にやることでちょっと気合が入るというかルーティーンとしてなってるのかもしれません。そうですね、鼻うがいです。基本的に鼻がこう荒れることが多いので、収録の前には大体鼻うがいしていますね。距離感ですかね。誰に話しかけてるのかとか、その人との心の距離感でもあるし、物理的な距離でもあるしっていうのは気にしてます。役作りは割とこれまでは自分の役のことだけを考えていろいろ作ってたんですけど、最近はもう作品全体とか脚本全体見て、まあ、自分のこの作品の中での役割とかを考えた上で作るようにしてますね。だからキャラクターのこともすごく考えつつ、まあ本当にその作品の役割みたいなのを意識して作ってるように心がけています。だいたい夕方まで寝てって、そこから起きて、まあ、ゲームしたりとか、本当にあんまり外には出ず家でダラダラしてることが多いですね。休みの日はとにかくダラダラ家で寝てますね。もうひどいもんですよ。お見せできるようなものではないと思う。僕はもしかしたら建築関係の仕事とか興味があるので、そっちの何か業界で働いてるかもしれないです。まあ、今日もこう撮影スタジオあったら、近くにいろんなマンションとか建物あるんですけど、そういうところとか気になっちゃいますね。だから建築関係の仕事にもしかしたらついてたかもしれないです。今の仕事してなかったら、なんだろう、もともと僕介護の仕事をやってたので、介護の仕事を続けてたんじゃないかなと思いますけど。なんですかね、あんまりこう一般企業で働きたくないなっていうので声優になったっていうのもあるので、大学普通に卒業して研究職とかやりたいなとか、まあ、大学に残りたいなみたいなことは一瞬思ってました。そうだな、なんだろうな、でもマネージャーとかやってみたいかもしれないですね。いつもお世話になってます。一緒に働いたら面白そうだなというふうな気持ちもあります。はい、松石君みたいにかっこよくはいかないかです。教えてやんねえ。こちらはですね、自分のコンプレックスの部分は何ってこう相手から聞かれた時に、そんな教えてやんねえっていうセリフがあるんですけど、なんかそこが夏石らしくていいなと思って好きですね、うん。この前夏石にチャーハンの作り方と冷凍餃子の焼き方を教わったから、それは作れるというセリフですね。はい、まあ、こちらは僕自身すごく料理ができなくて、現場一緒に収録してる時に中村修吾さんがいらっしゃって、今冷凍餃子って焼かなくても作れるんだよみたいなことをおっしゃってて、
今の冷凍餃子ってそんな進化してるのっていうすごい衝撃を受けたこともあって、すごく鮮明にあの記憶に焼き付いてるっていう意味で、あの焼き付いてる餃子のね、焼くとかかってるっていうことなんですけどね。僕たちのシェアハウス、君もきっと気に入ると思うんだ。共同生活楽しみだね。よろしく。このセリフから始まるっていう感じがしますね。なんかこのメンバーで共同生活が始まるスタートのセリフっていう気がして、今からこの隣の男の子シリーズも始まっていくんだなっていうのと重なって、後々にとてもエモーショナルな気持ちになるんじゃないかなと思っています。ちゃんと自分を持ってて貫くっていうことはなかなかこう人難しいと思うんで、生きてて、その貫いてるところに魅力を感じます。まあ、本人もこう言ってたんですけど、皆さんが思ってる多分梅原雄一郎ってもなんかすごくクールな感じですけど、結構彼テンション上がるとき上がるんで、そういうテンションが上がったちょっとおちゃめな一面もありますね。うん、天性のエンターテインメントの力を持っている人物だと僕は感じています。やっぱり人を喜ばせることが本当に好きなんだなっていうのを常々感じてますね。普段の言動からすると、まあ、少しこうバカっぽいのかなって思いつつも、意外と雑学に詳しかったりとか、かなり地頭がいいんだなっていうのを最近僕も発見しました。まあ、僕料理全くできないので、まあでも掃除は好きなんですよ、ね、掃除かゴミ出しかですかね。料理はちょっと周吾さんにやってもらおうかな。洗濯梅原さんかな。西山さんは誰かが足りないところに毎回入っていただきたいですね。洗濯ですね。洗剤の香りが好きなので。人任せじゃんよ。洗濯空いてますか。隙間を行きます。西山さんはすごく話しやすくてですね、まあ、僕もそんなにがっつり共演したことはないんですけど、でもそれでも甘えさせてくれる懐の深さとか、分け隔てなくこういろんなこと話してくれる優しさっていうのがすごくて、まあ、お芝居にもそれが生かされているというか、柔らかい雰囲気を帯びさせるみたいのがすごい西山さんの才能だなって思いますし、魅力だなって僕は感じますね。分け隔てないところですかね。もっと前から知り合いだったっけみたいな感じを思わせてくれるようなフランクさ、長所なんじゃないかなと思います。僕地元が横浜で、横浜出身なので横浜駅とかみなとみらいとかそういったところよく学生の頃は行ってたんですけど、まあ、中でもあのみなとみらいに大桟橋っていう大きい橋があるんですけど、まあ、そこに行くのがいいかなと思いますね。非日常な気分になったりするので、たまにそこに行くのが好きでしたね。神奈川県横浜市出身なんですけど、横浜駅から歩いて赤レンガ倉庫の方面まで行って山下公園行って中華街行くっていうルートはめちゃくちゃやってましたね。散歩としてもすごくおすすめですね。天気のいい日とかよかったら行ってみてください。それこそ僕の地元は沖縄なんで、まあ、それこそね、美ら海水族館とかも大きい水族館ありますし、海も綺麗なのでもうビーチの周りをお散歩するのもいいですし、もう那覇のところだったらね、お買い物とかも楽しめると思うんで、もう何でもありますよ。琉球ワールド玉泉堂っていう僕の好きなこのテーマパークみたいなところがある、そことかもおすすめですね。まあ、なんだかんだで箱根に温泉に行くのが一番いいですね。まあ、東京に住んでるっていうのもあって、まあ、ちょっと近いですし、まあ、温泉もちゃんと天然温泉なんで箱根行きたいですね。最近なかなか行けてないので行きたいと思います。ありがとうございます。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。楽しんでもらえたら嬉しいです。僕たちが声優を務めるドラマ CD 隣の男の子をぜひ聴いてください。バイバーイ。
ありがとうございます。ありがとうございます。おー、いけた。